Nice tank. Yeah. フリースタイルダイアル478日目を更新中。 Yeah. DJK Yes Truck。 昨夜深夜2時に送られてきた Brand new beats 乗せて Flow 1,2,3,4 また進み出し、何をしようかなする、確実に自分の心の中にある軸、どちらに行ってもブレずに佇む自信を持つ、自分を信じる、できると必ず言い切る、やりきる、最後まで手伸ばす、結果を出す、結果とはやり続けた先の果ての答え、やらなくても同じにたくある、どうするか選ぶ自分のライフ、立ち止まることもある、その中で選ぶ次はどちらに進み出すか、自分しか知らない答え、未来の自分から飛ばす意思、テレパシーをキャッチしたならもう OK、 試練と受け入れ突き進んでいくだけ、フリースタイルダイアリー、これも同じ、何日も毎日送信して更新、次に次に上げていくアップデートし続けていくだけの話、フリースタイルダイアリー、今日で478回目、もはや数値すら意味を持たなくなってるが、周りには数字が一番結構、人は数字に弱い、確実なものに心奪われるが、わからないグレー真ん中、ぼやけたものの中何か心がフィル感じてみたり、寄ってみたり離れてみたり、何か見る、まずは自分自身の心の声、しっかりと耳立って立たせて聞いてみるがいい、明日明後日にはまた大一番ある、山梨県甲府駅北口にてナイスパニック、昔はない状態目の前現れる、想像し行動し自分で作れる、信じる、歩くまた一つ二つ増え出す新しいページが、フリースタイルダイアリー、今も更新478回目、もう延々続くかのよう思えるこの日常だが、終わりは必ず来るらしい、人間今日もまた足一歩ずつと進め、フリースタイルダイアリー、今日はこんな感じ、478回目のフロー、 Yeah、 ついに明後日9月26日甲府駅北口歴史公園にてキングオブキングス山梨予選かけるナイスパニック MC バトルかける山梨ティブレイキングダンスソロバトルアンダー20が開催されます。こちら入場観覧無料、最高にヒップホップなお祭りになったらいいと思ってます。なんとトカバナナアンディスージーズもいい、ナイスパニック半端ナイスパニックな予感、そしてその翌週はレッドブル MC バトル日本一狙います。ポーニー皆様に Have a nice panic.